はい、どうもこんにちは。プライマーチャンネルの藤田と張り込みです。このチャンネルはマニラでライフスタイルメディアをやっているフィリピンプライマーがフィリピンのニュースをピックアップしてお送りしております。今日は10月19日月曜日の夜9時ですね。さあ今週も頑張って張り切って参りましょうということなんですけれども、今週末はモールなどね、かなり盛況だったような感じだったんですけれども、巷では11月には MGCQ になるのかなどと言ってる人もいらっしゃいますが、この辺どうなんですか、刈込さん。はい、まあ、この辺なんですけれども、後ほどニュースでもお送りしますが、少し難しい方向になってますね。そうなんですか。じゃあ、はい、さっさとニュースの方に行きましょう。プライマーの各種 SNS の方も好評いただいておりますので、ぜひ概要欄から登録してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では本日のピックアップニュースいってみましょう。10月19日のピックアップニュースです。はい、メトロマニラ市長は2020年末まで NCR の GCQ 延長を推奨。あらこれが結論です。はい、はい、10月19日本日のニュースです。メトロマニラ、マニラ首都協議会がですね、マニラ首都圏協議会、はい、IATF にメトロマニラにおける年末までの GCQ の延長を推奨したということだそうです。メトロマニラの前市長が GCQ を12月31日まで延長するように IATF に推奨することで合意したと。GCQ の下で徐々に調整することは簡単だと、メトロポリタンマニラ開発庁 MMDA というところがありまして、そちらのジェネラルマネージャーのガルシア氏が10月19日本日のバーチャル記者会見で明らかにしました。はい、NCR を MGCQ に配置するのは難しいと。 GCQ を継続させ徐々に調整していきたい、これは経済を助けるためにいいことだと思われるとガルシア氏は説明しています。はいはい、NCR は現在10月末まで GCQ の元にあります。またマニラ首都圏の門限を現在の午後10時から午前5時までから午前12時から午前4時までの間に短縮することを提案していました。ガルシア氏は門限時間の変更によりより多くの人々がレストランで食事することが期待されている、すべての市長はこれに同意したということで、もちろんそのような施設では健康管理のプロトコルが厳密に観察されなければならないと付け加えました。市長たちは同様に18歳から65歳までの外出を許可することに合意したそうです。なるほどですね。まだね、決まりではありませんけれども、こっちの方向になっちゃいそうだなっていう感じがしますね。残念ですが、はい、じゃあ次のニュースいってみましょう。在フィリピン日本国大使館がビザ申請に関する勧告を発表というニュースです。こちらのニュースは、マニラブルテンさんが発信されておりましたが、はい、10月17日のニュースになります。はい、フィリピン海外雇用庁 POEA によると、在フィリピン日本国大使館は日本へのフィリピン人旅行者のビザ申請受付範囲を変更に関する発表を行いました。 POEA によると、この勧告では技能実習生や特定技能労働者を対象とした国境を越えた旅行再開に向けた段階的措置ということと、日本の入国出国に関する特別枠のもとに厳格なフィリピン人旅行者を含めることを強調しているということだそうです。ちょっとすいません。はい、海外雇用庁は申請者はビザ申請のために大使館に直接訪問して申請することができ、一方派遣受け入れ企業が受け入れ機関が同じである学生や技能実習生は申請全員の許可証を持った代理人を通じて申請することができると述べました。海外雇用庁はビジネスのための短期滞在の場合、ビザ申請に必要な書類には写真付きのビザ申請書、パスポート、在職証明書、招待状、保険証、契約書が含まれると説明しています。大使館は必要に応じて追加の資料、要件を要求したり、要件に不備があった場合、
にビザの申請を拒否したりすることもあると付け加えました。なるほど。はい。申請者は特設のページから書類要項など要件など完全なリストを確認するように促されています。こちらのリンクは概要欄に貼っておきますのでぜひご確認ください。はい。はい、これはね、フィリピン人人材系の企業送り出し機関のところとかはですね、すごく嬉しいニュースですね。いいですね。あと短期ビザも大丈夫だっていうんで、なんかプロモーション系とかの方もね、やってるような企業だったら、嬉しいだろうなっていうふうに思いますね。うん、はい。あとはですね、日本側はもうコロナの被害はね、フィリピンに比べたらそんなに大きくなくて、一般的にはもう、あまり関係ないと言っちゃあれなんですけれども、フィリピンよりもあんまり気にしてないといいますか、うん、体制が整ってきそうな感じですからね、送り出しね、業者の方々は今まで大変でしたでしょうから、これから巻き返せるといいですね。MGCQ エリアの一部映画館が座席数限定で再開です、はい、エンタメ系ですね、こちらのニュースは。10月16時点のニュースになりますが、 MGCQ 下でのいくつかのショッピングモールは一定の制限下で映画館を再開しました。はい。レガスピシーアルバイにあるモールの映画館では座席キャパが 30% かつ利用者にはあらかじめ健康状態の確認フォームに記入する必要がある制限の中で再開されたということだそうで、フィリピンの医師団体は建物内での感染を避けるためには換気が重要だと述べられており、先日モールにある映画館再オープンに先駆けてオープンエアのドライブスルー映画館上映を開始しております。なるほどですね。これ今ちょっとこの写真ちょっと戻ってもらうと、はい、すごいですね。すごいね。全然ほとんどバスみたいな。30% ってこんな感じになっちゃうんだっていう。そうなんです。家族じゃ見に行けないね、これじゃね。そうですね。ね、フィリピンだとみんな家族で、ね、映画館見に行くんだけど、なんか一家族か二家族でも全部いっぱいになっちゃう雰囲気になりそうな感じですね。はい。でもなんかちょっと映画館ね、やっぱね、面白いんで。早く開いてもらえるといいなというふうに思います。じゃあ次のニュースいってみましょう。ゾマトプロフィリピン閉鎖へ。あらです。あら、こちらラプラからのニュースになります。レストラン紹介アプリで有名なゾマトですが、11月30日以降はゾマトプロが終了するためプロ会員の方には返金が行われるということを発表されました。レストランアグリゲーターアプリゾマトが10月17日土曜日の深夜、フィリピンでのプロプログラムを終了することを発表しました。プロ会員は2020年11月30日までプログラムの特典を利用できます。この発表はプロプログラムメンバーへのメールとアプリ上で投稿で行われたということだそうで、ゾマトはフィリピンでのプロプログラムは終了します。11月30日まで会員特典を継続して利用可能で、以降ゾマトプロメンバーシップの特典を利用することができなくなりますと購読者へ発信。ゾマトはフィリピン全土の何千ものレストランから情報を収集しており、会員が年会費を払うプロプログラムには特別割引やお得な情報が含まれておりました。藤田さん、こちらのニュースいかがですか。なるほど。ゾマトってインドで生まれたんですね。おお、知らなかったです、インドの企業で知らなかったですね、うん、ヨーロッパだと勝手に思ってたんですけども、まあ、要するにフィリピンでいう日本でいう日本でいう食べログみたいなサービスなんですけれども、レストラン比較サイトですね、はい、で、このサイト自体は継続するんで、この勘違いしないでください。このサイト自体は継続しますけれども、この世の中のプロプログラム、ゾマトプロっていうやつが、会員に対して、有料会員ですね、に対してクーポンを発生するようなサービスがあったんですけど、それが終了したっていうニュースです。なんで、ゾマト自体が終わったっていうわけじゃないんで、びっくりしないでくださいね、皆さん。はい。はい、で、ゾマトって会社はですね、もう、すごかったですね、うん、フィリピンで一気にガーッとこう、
一番後発だったんですけども、一番すごいスピードで伸びてった、あの、飲食、レストラン比較サイトだったんです、なんですけれども、このですね、基本的には B2B、レストラン向けに広告費をもらって運営するっていうタイプのビジネスモデルなんですけれども、ここが、ユーザー、要はその一般顧客のところから、会員制にしてサービスをするっていうサブスクライブモデルを展開したんですけれども、うん、このモデルがですね終わってしまったってことは、これ最初にこのサブスクモデルをやったのがマンチパンチっていう会社なんですけれども、うん、タン君っていう社長のところだったんですけどね、そこもあまりうまくいかなくて、そのゾマトもダメだったとなると、これはちょっと、ユーザーからの課金モデルっていうのがこの業界だとちょっと成立しなくなっちゃうのかなっていう感じがして非常に残念なんですけれども、うん、まあ、本来の広告モデルに、戻るとか集中すると思うんですが、飲食業がなかなか厳しい中、今後どういうふうに展開を見せるのかっていうのはですね、我々も同じカテゴリーの企業としてとても気になるところですっていう感じなんですが、うちもこういうふうにニュースで扱われるようになりたいですね。そうですね、はい、仕掛けちゃいましょう、はいはい、次のニュースいってみましょう。フィリピン株価情報です。はい、はい、はい、じゃあフィリピン株価情報なんですけれども、これも久しぶりですね。ですね、まずはじゃあ US の方から見てみまして、はい、1年間のチャートにしてみましょうか。はい、アメリカの株価は、一番上の、ダウですね、ニューヨークダウなんですけれども、4月に下がってこうちゃんと戻してるっていう、株価が戻してるっていう状態なんですが、昨日は、0.39% 上がった、昨日じゃないですね、金曜日ですね、これ金曜日の株価が 0.39% 上がってたと。で、 S&P500 の方は 0.01% 上がってた。ナスダックですね、これは、0.36% 下がってた。ナスダックっていうのはその要はあれですね、ハイテク関連の株が多い、ね、市場のところですね。はい、でゴールドが 0.46% 上がって、オイルが 0.24% 上がってたという状況です。はい、で次はですね、じゃあヨーロッパ見てみましょう。これ、銘柄言うんで、その後、その銘柄クリックしてもらっていいですか。はい、で最初にね、フォッチ、100、はい、これですね。これが、これも金曜日の、あ、今日、これは金曜日じゃないですね、これは今日ですね、今日の株価。うん、月曜日の株価の 0.49% 下がって、これはイギリスですね。DAX、これが、ドイツなんですけど、これがマイナスの 0.21% 下がったという形ですね。で、これ2つ飛ばして、IBEX35 というところ、これはスペインですね。で、これが 0.11% 下がったというふうな感じなんですけれども、チャート見てみますと、ヨーロッパはコロナのショックがあってからそんなに大きく復活がされてないっていう風な状況が見えると思います。で今ちょっと下がってるのは、多分コロナの影響じゃないのかっていう風にも言われてますね。これは後でまた説明させていただきます。じゃあ次アジアの方見てみましょう。アジアの方なんですけれども、一つ飛ばして日経225、クリックしていただくと今日は、1.11% 上がって、次がハンセンですね、これが 0.64% 上がったと。で次が上海ですね、上海のところが、マイナスの 0.71 になってまして、で次はセンセックス、これインドですね、1.12% 上がったという状況です。で次がシンガポールが 0.42% 上がったという流れですね。はい、じゃあ次はですね、我らがフィリピンちょっと見てみましょう。こちらですね、フィリピンのチャートなんですけれども、本日は6119.26、2.05% 上がってますね。でこれ年間のチャートこうやって見てみますと、だいたい6000円台のところをこう今行ったり来たりしてるっていう風な感じでなってます。はい、でここから上がるのかな下がるのかなっていう風な感じなんですけれども、これからですね、2週間後にアメリカ大統領選挙の影響もあるので、アメリカ株のボラティリティが結構大きくなるっていうふうに言われてるんですけれども、アジア株の方も影響が出る可能性があるので、もし、株とか買ってる方がいらっしゃいましたらご注意ください。はい、じゃあ次行ってみましょう。
株の方は以上です。新型コロナウイルス感染者速報です。10月19日時点でのデータになります。トータルケース359,169名、トータル本日の感染者数は2638名、トータル者数6675名、トータル回復者数が31,303名ということだそうです。はい、じゃあですね、世界の感染者数をちょっと見てみましょう。はい、こちらですね、世界の方のデイリーニューケースなんですけれども、こちらがちょっと上がっちゃってきてますね。そうですね、はい、記録更新されたの3日前ぐらいですかかな、はい、日曜日土日で下がってるっていう状況なんですけど、これもまた月曜日ね、月曜日のやつがまだ出てないのかな、あれなんですけれども、まだございません。え、また上がってこないことを祈りたいんですが、数字を見てみると、これ、結構第3波来たみたいな感じで言っている方もいらっしゃるので、増えてるなっていうような状況ですね。で、世界数を見てみましょう。はい、死者数の方なんですが、感染者数の伸びに比べると、抑えられてる、ある程度抑えられてるような感じが、こう表からは見られます。はい、これはやっぱり薬の、ね、開発とかがちゃんと、伸びてきてるからかなと、思いますね。はい、じゃあ次はですね、国別の表をちょっと見てみましょう。こちらなんですけれども、USA、インディア、ブラジル、のところは、まあ、常連、ロシアまでは常連国といいますか、なんですけど、その下見てみると、スペイン、6位にスペイン、8位にフランス、11位に、イギリス、UK ですね、が入ってたりとかして、結構数が多いなっていうふうな感じになってて、今、ヨーロッパが感染者が増えてるっていうふうに言われてるんですね。なんで株価の方もその影響で少し、影響があるんじゃないかなんていうふうに言われています。で、我らがフィリピン、20位に入ってますね。じゃあ20位の我らのフィリピンの、表を見てみましょう。こちらですね、デイリーニューケース、なんですけれども、これ世界的には数字が伸びてるんですけど、フィリピンは表を見てると確実に下がってるなっていうのが見られますね。はい、これはね、すごいなっていうふうに思うんですけれども、じゃあデイリーニューケースを見てみましょう。デイリーニューデスですね。はい、あ、すいません、すいません。ですね、死者数の方ですね。こちらの方も、そうですね、一時期のピークに比べるとスパイクしているところを見、ですね、から考えると、減ってきて抑えられてるなっていうふうに思います。で、これからですね、経済上げてく上げていく方向なんで、感染者数っていうのは必然的に増えていく方向に今なりつつあるんですけれども、これが抑えられてるっていう、数が抑えられてる、感染者数が抑えられてるっていうのは、やっぱりですね、フィリピン政府というか皆さんのね、心がけっていうのがすごくちゃんとしてて、だからフェイスシールドっていうのもあれですね、僕はなんて言ってましたけど、もしかしてこういうのってやっぱいいのかなっていうふうに、やっぱマスクとかね、フェイをちゃんとしてる国は感染率下がってるんで、マスクの習慣がない国の方がやっぱり感染率高かったりとか、してるっていうふうに言われてるんですけれども、フェイスシールドとマスクっていうのはいいことなのかななんて、こうちょっと改めて思ってしまった感じなんですが、まあ日本と比べるとね、ちょっとまだうーんっていう感じですけれども、世界と比べるとあれですね、フィリピン頑張ってますよっていう感じです。はい、はい、じゃあ今日もどうもありがとうございました。今日もニュース、頑張ってお送りしてきましたが、はい、いかがでしたか、刈込さん。はい、そうですね、フィリピンプライマー11月号の作成が今山場で、最終入稿日直前なんですけれども、はい、まあ、今月はクリスマス向けギフト特集を行います。そんな時期になりましたね。そんな時期なんで、そうなんですよ。もう考え、
やっぱね、こういうコロナかかっててもクリスマスギフトはみんな送るからね。そうですね。フィリピンの習慣でございますからね。はい、ですので、おすすめギフト紹介の他にも、各社、日系各社、クリスマス向けの商品やプロモーション、取り揃えておりますので、そちらのご紹介。日系各社の情報も出てるんだね。ございます。お楽しみにということでございます。まあ今からやっぱもう準備しとかなきゃいけないですからね。そうですね。やっぱり早め早めにね、やっていかないといけないですから。ぜひ皆さん、プラマーのマガジンを近くのね、ジャパニーズグラサリーでお取りいただければと思います。今月はまあ大体28日ぐらいですかには配送。そうですね、もう。はい。そうですね。はいですね。じゃあ本日もですね、最後まで見ていただきありがとうございました。マニラでビジネスされた方、ぜひプライマーでご連絡ください。マーケティングからコンサルティングまで幅広くアドバイスさせていただきます。では本日もありがとうございました。さよなら。失礼します。失礼します。